グリニッジで保存展示されているカティーサーククリッパーとは19世紀に発達した大型帆船のこと。海速帆船と訳されることもある。大部分はアメリカ合衆国とイギリスの造船所で作られたが、フランスやブラジル、オランダなど他の国でも建造された。積載量よりも速度を重視していたことから、一般的に全長に比して狭い船体と、 多くのマストと帆を持っていた。多くは、シップが転層で、多くの横斑を持ち、スピードを得るために、広大な総方面積を誇る。そういった外観から熱狂的なファンが多く、小舟模型では、定番となっている。イギリスのカティーサークをはじめ、保存されている船も存在する。イギリス本国と、オーストラリアやニュージーランドをつなぐクリッパーの航路。 超える40度と呼ばれる強風を利用している。搬送中の T クリッパー、カティサーククリッパーは1843年、後継機により急激に増える茶の需要に応じる形で、アジアからの輸送を迅速に行うために使用され、始めたとされる。クリッパー需要は1848年にカリフォルニア、1851年にオーストラリアで金が発見されると加熱していくが、 1869年に大陸横断鉄道とスエズ運河が完成すると急速に衰退していった。イギリスで利用されたクリッパーは輸送する荷物により T クリッパー、ウールクリッパーと呼ばれる。これらの輸送は通常18から24ヶ月を要していたが、クリッパーの登場によって100から108前後での輸送が可能となった。 こういった船の航海は正気を得るために植民地、イギリス本国間で輸送競争となることがあり、後にマオヒで到達といった最速記録が伝説的に語り継がれることとなった。特にライバル関係にあったカティー・サークとサーモピレイは有名で、1885年にはカティー・サークがシドニー・ロンドン間を72日という最速記録を打ち立てている。 アメリカで利用されたクリッパーは19世紀前半東海岸からゴールドラッシュで賑わう西海岸へ人員や資材を反対方向へ金を運ぶための船であり南米ホーン岬周りやパナマ地境経由の航路をいかに早く到達できるかが重要視されたオランダで利用されたクリッパーはジャワ島からの茶の輸送と郵便配達のために使用されたただし オランダで使用されたクリッパーを名乗る小船は100を超えるが、一般的であるシップ型ではないバーク型やスクーナー型などの搬送の船が半数含まれている。オランダのクリッパーは他国と比較して長く1873年まで建造されていた。ティーククリッパーの原型となった日本マストのスクーナーのイメージの一例。1847年建造の カッター CW ローレンスのレプリカとして、1984年に建造されたスクーナーカラフォーニエン初めて、クリッパーという単語が使われたのは、ボルチモアクリッパーであった。ボルチモアクリッパーは日本マストの比較的小さな、トップスルスクーナー型の小舟であり、1795年から1815年、頃のチェッサピーク湾において建造された。 1812年の米英戦争において、試略免許を得て、ボルチモアにおいて、イギリス艦船に対して速い速度を生かして立ち回った。1833年には、後のクリッパーの原型とされる、最初の大型高速艦船、アンマッキムが、ボルチモアで作られる。アンマッキムはより速い帆船を、アメリカ国内で作ろうとする、試みの中で設計され、大きく反り返った船手と、 船尾、マストに貼られた黄斑が特徴であった。1830年代後半には、スコットランドの造船会社、アレクサンドル・ホール・サンズが、初のイギリス国内建造の高速帆船アバディーンを建造する。この型の帆船はイギリスにおいて広く使用され、アジアとの間で、茶、スパイス、アヘンなどの輸送に広く使われるようになる。1845年には、 特に速度を重視するために貨物の積載能力を極限まで犠牲にしたクリッパーレインボーがニューヨークにおいて建造される。アメリカでは初期の後継機によるブームが去った1859年以後、クリッパーの建造は縮小傾向にあった。1860年代にはごく少数が建造されるのみであり、1869年に建造された。 グローリー・オブ・シーズが最後であるとされる。イギリスでは1859年以後もクリッパーは建造され続けた。レインボーのような方針のクリッパーがイギリス型のクリッパーと認識されるようになり、見た目も重視した新しいデザインの船が建造されるようになる。1870年までに25から30隻が建造されたと見積もられている。また、耐久力を高めるために、 木造の船体に金属の板を貼る技法も誕生し、後にウィンドジャマーへと発展していった。1869年のスエズ運河開通により、茶の取引はクリッパーから蒸気船へと主体が移っていった。それにより、クリッパーはオーストラリアやニュージーランドとの間での移民、羊毛輸送に使用されることとなるが、1880年代を最後に需要が減っていき20世紀に入ると、 老朽化したクリッパーは徐々に役割を終えていった。1946年出版の案のティンストラでクリッパーズによると、搬送の内訳は、全122隻のうちシップ型は、半数の61隻、バーク型が44隻、ブリック型が15隻、スクーナー型が2隻、バーケンティン型が1隻となっている。クリッパー、英語で、もともとは、早く移動する人の意味がある。 英語ではエクストラクリッパーと呼ばれるありがとうございます。